4日後に開幕する世界体操北九州の来場者にも対応する PCR 検査センターが小倉にオープンしました世界体操北九州は国の実証実験の一つとして有効座席の100%にあたるおよそ2500人の観客を入れて開催されます入場にはワクチンを2回接種もしくは72時間以内に受けた PCR 検査の陰性証明書が必要です 木下グループがきょう開設した PCR 検査センター小倉店では唾液での検査のほかおよそ30分で結果が分かるクイック検査を行い無料で陰性証明書が発行されます世界体操をご観戦になられる方により安全安心にたくさんの方にご利用いただくことを目指してこのうちに設置をさせていただきました毎日午前8時から午後8時まで営業されます